皆さんこんばんは10月13日水曜日時刻は夜9時を回りました FM 技能ワン毎週水曜日この時間は今週もフリムーラジオの時間です、えー、お相手は私ナルトらでございますよろしくお願いいたしますそしてはいミキサーの横斎ロですンンよろしくお願いいたします そしてと言いたいところなんですけれども、今日はどうしたの？モミさんはお休みです。なんで？なんでって僕が知りたいですよ。僕よりもモミさんのどこ知ってるの？エコさんじゃないですか？知らないの？あの多分ね、この前まで入れ上げてたちょっとメス猫さんにね。 えー、<の>またね、自称、大南婦人と、これはあのモミさんの自称による、えーはい、大南婦人と言ってそうな誰かさんうですね。のやつらにとってはあの、はい、天敵なんですけどね、<laughs> うん、多分それ絡みだね、えーまあ、まあ僕はどなたか存じだけもないんですけれども、うん、多分見てるよ、はい。見たことはあると。会ってるよ。会ったこともあると。 多分飲んでるかもよ昔はね、ようあのえ、えあの金かだんでリスナーの集まりがありましたよね、年に何回か。いや、離なの,のせいでやできんくなってら、ね、いや、もう本当に、えー、いつね、また金かだに生きるかわからないですけれども、本当に陸のことを課しております、だん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 金もね。はい さとということで今日はですね、うんえー、ゲストさんもいないということで、うんえー、僕とそれから、えー、エ古さんの二人でという「ふリむラジオ」でございます。うん、さあということでまずは、えー、オープニングトークですね。うん、あのー、実はですね、僕、あの昨日、今日と、えー、仕事でトラブルが起きておりまして、うん、しかもこれ、僕がやらかしたわけじゃないんですけどね。うん こういうトラブルで、ちょっと精神的に来ております。で、俺に食ってかかってると、来た瞬間から。食ってかかってるわけではないような気がしますけれどもね。いや、大丈夫よ。あの、うえっとですね、簡単に言うとうちの会社ですね、2年前から買収されまして、新しい社長に変わってるんですけれども。 えー、その社長がです、ねえー、ちょっと、まあ、そ双方の,あ,の、まあ、あ,るめある会社と、えー、サーバーをあの借りてる会社と、えー、意思の疎通が合ってなくて、うんえー、お金を払ってなかったと払う気がなくて払ってなかったわけじゃないということなんですけれども結果的に払ってなかったので、うんえー、止められましてさ。 えー、で突然、いろんなところに今、僕の会社ではメールを送って、それ,それを確認してやり取りをしているということを仕事としてやってるんですけれども、それができなくなった、うん会社は大慌て、で、確認してみたら、社長が払お金を払ってな、払い忘れていたということで、うん、そしたらですね、うんえー、改めてそのメールの、えー、設定をやり直すう、全員のメールの設定、社員全員のメールの設定をやり直さなきゃいけなくなったと。 そのお金を払ってなかったとおかげで、うんえー、それでもうあのパソコンに強いと言われているこの会社の中では僕がですね沖縄の事務所だけでなく本社の事務所から何か全部その設定をや,やり直さないといけなくなったと 2>,、うん、2日間 2>、うん、それを設定するのに時間かかりましてでちゃんとこ,ここの画面でこれを押してくださいというのを そのえー、本社の方に,にも送らなきゃいけなくなったと作って、うんうん、もう死んだかったっすねでしかもそのお金を払ってなかったあの会社には僕が社長の代わりに怒られる、ねうん、<laughs> 怒られると1 <laughs> 時間以上説教を受けると <laughs> あんたの会社がお金払ってなかったのが悪いんでしょうみたいな話をねえー、うん っていうので、精神的に今もうそれしか言えません, <laughs> エコさん。こういう愚痴を聞かされてるエコさんに関してはもうそれしか言えないとは思うんですけれども。うん、っていうことでもう本当にねあのツイッターのつぶやきもまともに番組のつぶやきもまともにできない、うんはあ、っていう状況が2日間続いておりまして、うんはあ、うため息しかないです。 疲ましたお疲れさん、はい、あじゃあシュプリームさんの意見採用ということでなんかねあの今日も朝から、ね、あの某,、うん某ね、この前ゲストにも来てくれてた、うん、某女性パーソナリティが、うん、遅刻魔ということでいろいろと突っ込まれてましたけどあれは可愛いいもんでしょ。 本当かわい,いもんですよ、ねうん、誰のせいでもな、ね、い自己責任だもんそうですよそっちのは社長のせいだもんそうですよ僕,僕,は僕が、ねうん、やらかしてたらいいんですけどまだ仕方ないんですけど、うんうん、誰のせいでもあの僕のせいでないことに関して僕が全部 <laughs> 尻拭いをしたというのが結果的にはそうなったのでいやかげんにばいいんだよそのサーバー会社に。 俺悪くないだろ。社長が悪いだろ。なんで俺に文句言う社長に直す言えバカか,かお前はって。それぐらい言い返さないと。いや、言い,返さない多分言うよ。<や>俺だったら。本当に、ね。ぶるから。一瞬で。だからエコさんはそういう生き方をしてきたんだろうな。はい,はいはいはい。<laughs> 俺は嫌われようが関係ないもん。間違ったことは言わんもん。間違ってたら謝るもん。いやでしょ自分が間違ってたら謝るよ。僕も。ただ、知りの食いして相手に言われたら。うん。うん 自分のことで言われるのはいいけど他の人の罪までかぶるんだったらばカかお前はってはっきりその相手に言うなやっぱりやっぱりエコさんと僕は分かり合えないんでしょうねいやいや俺も分かり合いてくない嫌だ男と分かり合えるって嫌だ俺結論はそこですねサブイボが派手鳥肌が はいいとうことでねこんなこんばか言ってると気が楽になるだろ。気が楽になります、もうもうエコさんらしい言い方だなっていうのがつくづく分かっておりますけどだから10年いて前の会社10年もいて基本給2万も上がらんかったいや何回喧嘩したことが社長いや、本当ね思えばうちの親はそうでしたねだから反面教師なんですよ。 だから、俺が間違ってたら分かる会社内だったら分かる謝るけどこの社長一人のために周りが迷惑食ってるんだったら社長引きずり出してお前が先に謝るお前がょっと会社謝ってこい仕事の話は受けるけど俺ははっきりそうやるからだから給料上がらんかったのか。 あのう,ちのうちの親もあの仕事より趣味の人間だったんで、うん、趣,味の趣味のために会社をあの休める定期的に休ませてくれっていうふうないなことを言ってたんで、うん、給料が上がらなかったんですよね、うんえー、もうぼんごを乗り回してね、はいうん、3名も作ってね <laughs> あもっとか 3, 名だった 3>, 3人ですよ3人兄弟か3人,3人兄弟かねえ 初代、2 <laughs> 二代、3代と全部、ボンゴで <laughs>、はいまあ、そんな、ねうん、えことも、ね、いろいろとふざけながらも愚痴りながらも放送していくのがこのフリムンラジオでございます。<laughs> さあということで、はい、そんな、えー、フリムンラジオ今週のメールテーマは「こちらです、はい、働く車」。 とということで、うんあの、実際問題、ボンゴを働く車として使っている方の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、えそんなレス、ね、トラの親も、働く車として、ボンゴを使ってたわけだね。意味合いが違うかもしれません、ねあ。違うのかっ <laughs> <laughs> それはちなんでしょうかね、<ー>面白も面白く方に僕は持っていったような気持ちなんですけど。 ですで先週がですねトラックっていうテーマ、うん、リコさん考えていただいたテーマだったので、うん、今週はちょっとそれをまた広げてみましたというのが、もともとの意図です。その他トラック以外にもねいろんな働く車があると思いますけれども、うん、そんな働く車などと起こったエピソードをぜひ送っていただければということで、募集したんですけれども、<い>今のところメールはいつも来ておりません。うん、多分俺は来ないと思ってた <laughs> 僕も思っったた僕ももてました <laughs> もう 本当に10秒ぐらいで考えててよかったねひてえないやでも先週のね <laughs> ジャパナーさんとの手をかほ本当に楽しかったんでね本当にね、うんうん、それもあったあ1通来てます1通来ましたあ拍手これかええまたその方からのメールをですねまたこのあ,あのこの後ご紹介していきたいと思いますのでまたそれも楽しみに、うん、<laughs> ありがとうございます穴町ののりさんあはよ <laughs> 寝ぼきてんな、この人な <laughs>、えー、大スポンサー様でございますのでね、あんまり大きなことは言えませんけれども、おはよう。<laughs> 送ったよということで、あ、はいはい、後で読みたいと思います。<laughs> さあ、フリムラジオ、この番組は、えー、YouTube と t w i t スで映像と音声を同時ネット配信しております。うんえー、YouTube、t w i t t e それぞれのトップページから。 f m ギノワンと検索していただくと f m ギノワンのそれぞれのチャンネルが出てきますのでそちらからご覧いただけますそしてリニューアルしました f m ギノワンホームページからもリンクが貼られているということでそちらからもぜひ訪ねてみていただければと思います <laughs> そして肝心のお伝えはし忘れておりましたメールアドレスですムーンアットマーク fmgui の1ドットコムムーンアットマーク fmgui の1ドットコム こちらの方でお待ちをしております。この番組は、民謡居酒屋、や手漏れ、お奇跡配送センター、構図土地、NS 配送、フリムンファミリーの提供でお送りいたします。それでは、チームです。 メガネに青いキャップちょい太めそんなアワートラをいじるのが好きなリスナーさんいらっしゃいフリムファミリーも待ってます えー、フリムラジオおお送りりしております、えー、今日はですね、えー、昨日放送の FM ノワン同じ夜9時からのギノガルフ、えー、こちらの方がですね、えーっと、丸5年、6年目に突入したということで <laughs>、えー、僕はですね、ギノガルフ T シャツを着てきたところ、見事に山内局長と色違いでかぶっておりましたということで。うん、はい よかったね。つながってるね。つながってますね。はい。一心伝身です。おえ。<laughs> さあ、ということで、えー、フリムラジオ、さあ、まずこの時間は、ここまでに、えー、コメントいただいてます、ツイキャス、読んでいきたいと思います。えー、ツイキャス後ですね、常に、えー、チェックしておりますので、えー、ぜひあの、YouTube はねあの、コメント欄あるんですけど、見ることができませんので、えー、ぜひツイキャスの方でコメントをよろしくお願いいたします。 えー、ということでまずはヤンバルクイーナーさんですありがとうございますナオトワさんエコさんこんばんは,はそれからラビドラスさんこんばんはこんばんは、えー、ギネスさんこんばんむ<ー>、えー、それからニセカメさん皆さんこんばんむ<ー>、えー、ギネスさん、えー、なぜ貯めたということで多分オープニングのいいからでしょうね、うん、あのちょっともうちょっと鬱憤たまって箱みたいな感じだったんで。えー ちょっとためましたねはい俺もイラッときたけどすみませんいいよえシプリームさんえ珍獣モーミーさんお休みかということであっ珍獣は珍獣の相手に珍獣メス猫の相手にしに行ったんで今日は多分来れないということですねじゃれ合ってるんでしょうかねうまく交尾に発展すればいいんですけれどもねはいそして夜また口だよ交尾って もっと言えは <laughs> <laughs> はい飛飛ばばししてておおりりまますす今日えー、そしてえーうん、えあ、ー、わさんもしやパネマジか時短でも会いましたっていうことでえー、まあそれはまああれですけれどもそしてカープボーイさん皆さんこんばんは、うん、今日はまなみちゃんかなっちゃんはそこにいないのっ、うん、いうことでません。 いやー来た時点ですでに、えーうん、マナミンもいませんでしたし、はいえー、なっちゃんを引き止める手だては僕らにはありませんでした、うんはい、そして、シ、え、ュ、ー、プリームさん、うん、社長を呼んで大河君と土下座させますか、うん、採用 <laughs> <laughs> こっち、あの遠慮なく次来週呼んでいいから <laughs> あの1時間土下座させていやー本当にね、うん、あのできることなら横浜から呼びたいと思うんですけど。 横横浜浜なんですよ横<浜>社長はね別に会社の経費だから大丈夫だろう <laughs> ここ来て謝ってくださいって言ってこの番組まで迷惑かかりました <laughs> なのでスポンサー2枠買ってくださいって <laughs> そうですねはい、うんえー、ちょっとここであの、はい、チッキャスのコメントの途中なんですけれども、はい、この番組ではスポンサーを大大大,大募集しております えー、ちょっとツイッターとかですねフェイスブックでもコメントしておりますけれども、えー、この番組専用の CM 枠というのを設けております樋、えー、口一葉でお釣りが来ます<い>、えー、もちろん県外の方でも個人の方でも構いません、はい、何か告知宣伝したいという方がいらっしゃいましたらお気軽に。 FM ギノワンフリムンラジオまでよろしくお願いいたしますお願いしますはい,おいこの番組はスポンサー様のお金で成り立っておりますという切りよったうわ <laughs> 腹黒 <laughs> 腹黒というか、うん、ねえこ楽しい番組がこれ以上続けられるかどうかはそれにかかっておりますので、うんうん、大丈夫よ、えー、ナルトラのポケットマネーがあるしあるかよ ああ今言ったのあるちゃんとあるで言ったうわあるそうです <laughs> そんなお金がどこにあるみたいなね、えー、まあねできればみんなで楽しくやりたいのでそうですねよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、はいあ、えー、あ決まりだろえナオタラの会社は来月からスポンサーだろ <laughs> うん、うん、2枠ぐらい大丈夫あの、えー、カープボイさん、えー、まあでもその会社が潰れないで自分が働き続けたいなら社員だからある程度仕方ないんじゃないかな、うん うん、それでもダメです。そうなんです。僕はそれそうやって生きてきました。はい。切れるときはやめるときです。はい。ええ。そしてギネスさん。理不尽案件かわいそうだから九点八点ありがとうございます。これで。ええ。かわいそうだからね。埼玉チさん。はい。も静岡からこんばんはーンということでありがとうございます。はい。シプリームさん。うん。ええ。畠山車。うん。 マジックミラー号に乗ってみたいなえシュプリームさんそれはあの飛んでてねあのまた別のものにも乗るんじゃないでしょうかね乗りたいんじゃないでしょうかいやそれだろそれが目的だろいるのにねはい。はいそしてギネスさんはい。働く車たまに4トンとかシャボシャブシャボ。ああ。 ユンボに乗ったら楽しい、うん、ということで僕も本当にあの前の仕事してた時はたまに車を乗せる車関車って言うんですけど、うん、乗る機会があったりしましたんで、うん、怖かったですねまずなんで <laughs> まず車がちゃんとこあのお客さんが販売した、うん、お客さん営業スタッフが、うんえー、お客さんに販売した車を、うん 言ったらこうあのあそっかあれ営業や<え>自分が一台だけのやつは何もなしで持ってたっけ普通免許あれば昔はそうですねいや今もだろ4トンだから一台積みのやつだったら多分中型限定だから持てるだろうちの会社では 会社の話ではだめ、もう、新免許ではだめみたいなことら俺なんか持ってる免許までは、そうです、台済みのやつはいけるの大丈夫です、大丈夫です、だから、緊張しましたね、それをこう、なんか、軽事動車事務所に、検査に持っていかなきゃいけない車があったりするんですよね、改造車とか、それを乗せても、乗っていってましたんでね、今からタイヤ、きっちりロックすれば大丈夫よそうなんですよ。 そ,れそ,そういうこう、ロックちゃんとやってるとはいえ、うん、怖かったですね、もうあれは一番神経すり減らした瞬間だと思います。引っ越し合える時期なんて、はい、引っ越しトラックであの ZRX の1200とか運んでって言われてあれ,、はい、あれに積んで運んでたんだ、俺バイク <laughs> 2>, 2、3台。 誰もそういうのを慣れてる人いないからちってって、えー、バイクったら俺に来て経験者ですもんねある程度いや引っ越しトラックって思ったよりあれ固定する場所が方法がないのよううん、そですね。バイクをそうですね,ですねはい、はい、それをちょっと裏技使って段ボール <laughs> 毛布と段ボールでちょっと裏技作って、はい、使ってガチャガチャできっちり止めてから運んでたからそういうふうにいろいろとね、あのー、大変なこともあったりしましたよ、本当にね、うんはい、さあラビドラさんいただいてます、この方も確か配送ドライバーの方だったんじゃないかな、うんはい、働く車、うん、トラックバーストしたままその日の配達全部終わらせました。うん 走ってる途中とか止まってるときに、いろ、うん、んな人に声かけていただいて、嬉しいなってことはありましたよというう。それです。まあ、トラックはね、あの六、ー、輪とか八輪あるから、一、ね、輪バーストしてもいいんだけど。はい、うちのは無理だな。無理ですか。うちのガシャ、あら、トラ、荷物で重いから。ああ、だから、一発でもやったら、もうすぐ近くのところ行って。耐えられ、耐え耐えられなくなる可能性は、ね。そう,そ,うそう、そう,そ,うそう、そう。 でもうちの,あの親が乗ってたボンゴも、うん、なんかそれを心配してあのボンゴってダブルタイヤあったんですよああ古いやつ,、ね、古,いやつ古いやつはリアがダブルタイヤになってたねそうですねあのそのダブルタイヤがあった時はダブルタイヤ仕様乗ってましたね、うん なんで自家用に使うのにそこまでして買うのかがまあ今となっては分からないですけどねそれはその当時は子供だったのでよう分かってなかったですけどえありましたねカープボーイさん、阪神引き分け寄った良い知らせをできるかなと思ったけどということで巨人と今日はやったのかな。確かね、うんうん 巨人もね、終盤になってね。ちょっとセリーグはもう。いや、黒年優勝かな。もうだから、まあ、いいんじゃない、たまには、それが面白いって。そういうのが。ええ、まあ。阪神もやっぱり、失速したし、失速か。まあ。阪神以上に巨人が失速してますから。ね巨人、あの、巨人というだけでて、たまが重くてさ。動けない、もうずるずる引きずってるわかる。わかりますよ。前半から、でかすぎて。 もうだめだったって今年はみたいですね。らしいですね、引きずりすぎたらしいね、坂本筆頭にね、今シーズンは本当に3チーム対3チームみたいな感じで分かれてましたからね、もう A クラス、B クラスがね。さあ、ニセカメさんです、大学生の時に有名な観光地の交差点で、レンタカーがなんとダンプカーに当て逃げという事件に遭遇したんで ドライブレコーダーがなかった頃なので、うん、ナンバーは覚えていましたが、えー、地元業者ですぐに戻ってくるだろうと思って追跡しましたよと、うん、<laughs> ダンプカーにねー俺引っ越し中に当てられたな、はい、トラックに2回ぐらい <laughs> 荷物積み降ろしてる最中に<ー>あのパワーゲートを上げて跳ね上げてる途中後ろ尖ってるよパワーゲートは後ろ後ろからこう、うん その後ろの方向にでゲートです、ね、うん後ろから車後ろから止まって水縮ゲートだったからはいはい、はい、後ろから車来てガーゴンと突っ込んでそのまま逃げてきよった <laughs> パワーゲートは板跳ね上がるだけで何ともないんだけどさ、えー、車はえぐられただろうな <laughs> 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 俺は痛くもかゆくもないんだけどさ <laughs> ねえ本当にいろいろとねそういうのもありますよ<う> また名護何もないところだと、ね、おじいちゃんがさ、えー、街中だったんですかそれはあのアパートで引っ越し終わって、はい、あの全部ゲートも格納して、はい、あの電瓶を切りに行ってる最中に、はい、ゴンって音がしたわけよゴとンって見たら軽、はい、の前が潰れてた <laughs> トラックを何もしてなかった、まあ、俺のトラックこれは 動いいてないトラックに軽がぶつかってるたり、うん、駐,駐車場に入ろうしてから、えー、切り返してる途中にぐしゃって、えー、あの仕方ないんでケース読んで、えー、それはし,ましたよ、えー、<laughs> おじいちゃんかわいそうだったらつらいですねこれ <laughs> もねそうそうそう、えー、まだ新しい型の軽のフロントバンパーの真ん中がべこってこんですから 普通の人だったら避けられてたのもちょっとおじいちゃんおじいちゃんおばあちゃんだったそねさすがにかわいそうでさこれ自己処理した方が保険金で修理できるようなと思ってそうでしょうそれはそうでしょうほんとね1時間半ぐらいも結局潰れたよ時間がまあまあでもそれはそはね自己処理はかかりますよねほんとね会社にも連絡したらびっくりしてたよ駐車中のトラックに 車が突っっ込んだて <laughs> どうしようもないですよね。さあそして、えー、花町の,のりさん、うん、そうです、えー、ヤマチンとペアルックです、はい、色違いでした、えー。ギネさん、さっきのモーミさんの話ですね、うんえー、珍獣同士なんて怖い怖い怖いということで <laughs> 怖いっすね、すね俺も怖いんです、想像したくないんですよ。ね、はい、はい ええー、そして武蔵さん、ええー、成田さんエクさんリチャんの皆さんこんばんはムー,うーん天空スタジオクランダモお疲れ様です、はい、ということでありがとうございます、うん、はいそして、うん、ギネスさん、うん、エクさんスポンサー二枠で足りるのあギネスさん五枠ぐらいでいいですょあ,ありがとうございます冗談です五、えー、枠でも雪地ぐらいでございます一雪地ぐらいでございます <laughs> はいええー、そしてアナマチョノイさん、うん、なるーええー 一回我慢したら半年分のスポンサー代になるよ、うん、そうだ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 、今のね 2>, <laughs> あの2つで大体お分かりかと金額感がお分かりいただけたんじゃないかなと思います。はい、はい、そんな感じです。うん、そして、えー、ヤンバルクイアさん、うん、働く車、今では見ませんが、うんうん、バキュームカーは究極の働く車だと思います。いや、しょっちゅう目にしてるぞ、<laughs> 朝、ねねえ。あののー、うちの 前の、まあ、車なんで前の会社が僕車屋で働いてたんであれなんですけどあのバキュームカー軽の改造のバキュームカーで軽トラをね、うん、でしかもそれがもう40年ぐらいずっと乗ってるへえ<ー>軽トラって結構最近って10年以上同じ方なんですけど、うん それ,それで数えていっても56台ぐらい前の軽トラの改造したバキュームカーをずーっと乗り続けてる方がいらっしゃってへえすげえなよくそれでも,もうクラシックカーやなという感じで見てましたねそんなことがありましたけどもはい、うん、そしてひふみさんなぜ、うん、かここで「エコさんはすごいよねと」と何が <laughs> 何が どこのくだりって分からんどこなんでしょうねここはちょっとスポンサーの話になったところかもしれませんけどそして穴町のノイさんツイキャスでいただきます昔酔っ払って無免許で20トントラック運転して後輩に怒られたことがあそりゃそうだろういやもう普通免許しか持ってないんですからいやもう大阪大阪ダークサイドですねいや大丈夫大丈夫大丈夫ですかあの伊良部島 今は大丈夫だけど昔のイラフなんて車ナンバーなかったからな <laughs> 俺の高校の時なんて車でもバイクでもナンバーない車が横行してたからな <laughs> なあタイガー <laughs>、うん、どこに向かって言ってるんでしょうかね <laughs> どこのアナ,どこ、ね、アナウンサーに向かって言ってるんでしょうねと、うん、雲とくも地に働いてる吉見タイガさんねわかるよね いやー本当ね、はいいやー、よくそれはね、わかりますけれどもね、はい、アッキーさん、働く車ね、うん、消防車でもう絶滅危惧したけど、装甲、うん、科学車なんてのがあったな、戦車みたいな給水筒ついてて、西部警察みたいだったと、たぶ、うんそれをヒントに作られたんだと思うけど、<laughs> 西部警察のほうの車から。水。 出すか、あのインパルスといって、あの水の玉を打ち込むように改造したら、まだ生き残れたはだなのるな。はいはい。さあということで、ちょっとじゃこのシプリムさんまで読んでからシミュレーションしますか。シプリムさん新人の社畜社畜時代ですよ。社畜時代。一応働く車の 公用車のクラウンで役員を送るために玄関前に配車して待っていると目を離した隙に役員が自ら運転して行ってしまいましたああもう意図とは違う対応をされたということでいや多分その役員は多分何回かシュプリーム 運転する車に乗ってこのままでは身が持たないと思って起こした行動だと僕は思いますねえいやこいつに任せるぐらいだったら自分で運転した方が100倍安全だと思って絶対そういう行動に陥った人は自分の命が欲しいですからね何よりもねいやそれはもう重役の車ってね緊張するんですよ本当に うん、あのちょっとだけでもあの僕もこれも前の会社の花の時ですけど、うん、重役の車をたまにちょっと移動させる時があってその、うん、邪魔になる時に怖かったですね数メートル動かすだけでもとっまだいいぞ、ええ、俺なんて高校卒業してすぐ名古屋行って 1>,、はいはい、1年目で免許あるからっつって支店長を送り迎えやれとか、はい、支店長の車で。はい とかあの今日のあの飲むからお前乗って帰ってくれなとか言って <laughs> いきなり鍵を押されてとかあ昔のしょっちゅうやらされた時はあるあるですね <laughs> それねうんしまいにはあのー、別のその急所の支店のはい所長はいああそうそう所長がサバンナの RX7 乗ってて松田の車ですね昔のねバケモンよはい あれちょっとスリックタイヤになってるけど乗って帰ってくれんかって言われて今日飲むからっつって両に「うん両っってドリフトしながら遊んで帰ったの溝がなくなったタイヤをスリックタイヤレースカーではよくあるはずだけど一般車ではただもうすり減ってやばいタイヤです、えー、糸が見える手前の <laughs> それを乗って帰るときに、はい、あの スリックになってるから注意してるなって言われて <laughs>、うん、ん簡単に言います,いますね本当に簡単にだって俺バイクでも車でも滑らして回るのみんな知ってるから、はい、車に関してそんなそんな人に対してのそんなエコさんだったということでオチがついたところで、はい、ここで CM でーすいきましょうチェッ 大好きなルトラト。ここ、水と白、氷、ドハマリし。わちゃわちゃ、騒がしい一時間。それが、フリームーンラジオです。フリームーンラジオ フリムラジオをお送りしております。今日はモ、えーミンさんもお休み、ゲストもなしということで、えー、エコさんと僕でお送りしております。さあ、ちょっとツイキャス続き読んでからメールいきたいと思います。<い>カリユシさん、ありがとうございます。<い>10トンはバーストしたら無理よ。うん、バーストで車体まで破壊するからということで、うん、さっきのタイヤの話ですね。うんはい、そして、まあ、10トンはね、はい、ぐらいになるとね、はい、もう一輪バーストしなけで諦める。ですね。はい、だからみんな呼ぶさんね。 ちょっと怖いですもんねそう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 、はい、さあそして沖縄大好きさんこんばんムーンありがとうございますカリスさんもう一ついただいてます <laughs>、うん、エコさん,んアワトラさんの会社にスポンサーをお願いするなら、うん、まず先にアワトラさんを説得しなきゃ、うん、あしてるよもう <laughs> ただ言い切らないんだってナルトラが上に <laughs> らしい、うんえー、あな何 よ夜の泡風呂に泡虎、うん、さん行かすために、うん、帯3本泡虎さんに渡ってるらしいよ噂によると「ああ<ー>渡るかよ! <laughs>」じゃあその帯の1本でいいからください振り文に <laughs> それで行ってこいということでまあ言ったらそれをあの、うん、ガイドに書いて、えー、雑誌にしてるから、えー、お金がいってると。 い言うことを彼にさんは言いたいんですね。そのガイドはちょっと今半年ぐらい待ってくださいね。あ、一本減らしても大丈夫だろう。二本あるからな。<laughs> はいさあ、そしてガラスの中年さんからテスチュパンダカーにそばを通り抜けたら注意された。これはいつものことですね。これはすり抜けしてるからだろう。 あなたが悪いそして穴町ゃんのリさん16歳の時現場の駐車場でトラック運転した時なぜか隣にパトカーが止まってて焦った記憶がある駐車場は大丈夫ですよ俺だって高校生の時洗車に来たパトカー普通に動かしてたから急所でねはいということで大丈夫ですよ 私有地での運転は誰も罰せられません。はいはい、さあということでメールいきたいと思います。その穴町ののりさんからいただいております。あメールは穴町の鉄ですね。ありがとうございます。ありがとうございます、えー。トラック、うん、3台持ってますよ。うん、会議を当時、前社長から3台買い取りました。200万で。でしょうね、えー。委託権利書買い取りで150万。うんうん、1>, 1台は買ってすぐに故障して。 ああその話聞いた従業員が4人だったので2台買い足して280万開業資金を嫁と銀行に100万ずつ借り合計830万のすげえ。5年で630万を返済したところでハプニングがありトラック2台買い替えを余儀なくされそうですね。またもや借金が増えました返済を生きる糧にして頑張るぞとというこあと10年ぐらいは生きてくださいね最低でも。 お願いします、えー、この事情は僕もエコさんからお聞きしました。やんごとなき理由でしたね、本当に。じゃあ、自動車消火をもう一度 BGM に聞きながらもう一つメールいきまーす、はい、ということで、まずこれを、よしかかったな、はい、これを聞きながらね。はい、小林明の自動車消化を,、えー消化を FM 電波とリスラジでお聞きの方は聞こえてる方いと思います,、はい、ますこれを全開でしながら読もうかなってうだよ <laughs> <laughs> どうしましょうか読むま<や><僕>俺が読むよ、はいうん、こんばんは煙ですありがとうございます私の知人今日の知人は普通ですね,本当ですねはい、えー、に車が好きで娘の名前にセリカとノアと付けた人がいますということで えー、そいつは自営業やってるので交流会で一緒の席になった時に娘が風俗になったら働く車って名前を付けて <laughs> キャッチコピーは「一緒にドライブしない?」だねと他の23人と笑いながら話していてドン引きしました「そりゃそうだ <laughs> そりゃそうだ」でもともと大嫌いなやつだったので父親に「あいつ頭やべえぞ」 とさはい換気扇いやいや相変わらずですね換気扇の下から送信ということでケリさんあのー、セリカとノアセリカはまだいいんですよ、ね、ノアはちょっと日本人にやめた方がいいですねまあセリカはまだあの、ね、字つけられるんですよね、えー、あのとかあの日本人の名前の味でも なんか可愛い系で通るんだけど野輪、えー、はちょっとやめた方がいいですね <laughs> <laughs> 確かにだけど類は友を呼ぶというからねですよね、うん、まあこれ以上は言いませんまあねあの煙さんなんで大事なリスラーさんなんで <laughs> そうですねありがとうございますちなみに僕の3兄弟は、えー、特急電車の名前から付けたそう,う<ー>というふうに 翼でしょだからそこでパッと出るしえ光と望みもいるのかいや光は望みじゃないですねあ違うのかじゃあんて名前つけたのそこへこれを僕まあまあいいですよ僕はねもうあのえあのあれト虎が長男だったっけ長男ですはいであとは長女と次女ああ下は女なんだそうですはい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 だそうです あのー、募集してるそうです。何をですかえー、ナルトラが彼女 <laughs> それはもう、ああのメール、えー、アドレスは、797じゃない、ごめん、ムーンアットマーク、フ MDINONE.com <laughs>、えー、懸命に、えー、彼女になってやってもいいぞで、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。 さあ、ということでですね、えー、続いてメールも一つ来ております。<い>エコさん、ナルタさん、今夜も静岡からこんばんは。<ー>沖縄県民の埼玉んちです。というとでございますい。ありがとうございます、えー。テーマの働く車ですが、幼い頃から緊急車両系、うん、特に消防自動車が大好きで、東京消防庁の採用試験にもチャレンジした経験のある自分ですが、 えー、先月まで TBS 系列のテレビ局でやってました人命救助を題材にしたドラマ「うん、東京 MER ですよねも大好きではい、はい、めっちゃ夢中になって見ていました俺もこういういのの好きなのよねそんな先日の日曜日に、うん、その「東京 m e r のドラマで使用されていた ER カーが「東京 m e r 全国キャラバン」と巡った企画で、えー、今の出張先である静岡県の 会会場でで展示が行われ生いいな緊急車両機が大好きな自分は大感動めっちゃかっこよかったいいな中乗って乗れなかったのかな中とかね乗れたりする場合もありますけどねどうしたら乗ってからね中の操作全部できるとかねそうですねったら最高だったけどなはいその写真も送っていただいておりますありがとうございます沖縄に 来たらね、本当時間たら見に行って、ちょっと動くしていいっって。怒られそうだな。はい。はい。さあ、ということでもう一つメールが今届きましたので、こちらももう一つ読みたいと思います。フリムネーム沖縄大好きさんです。ありがとうございます。埼玉市さん、今ちょっとごめんなさい。ツイキャスで外観までしか見れませんでしたという。あ、マジで。ええ。 埼玉地産の権限で。まあちょっとこのご実践的なものもあるかもしれませんけどね。はい。あの権限でちょっと次は中で。<laughs> 中まで見れるようにお願いします。はい。<laughs> さあでは沖縄大好きさんメールで、はい。は読みましょうね。エこさん、ナ直トさん、こんばんは。沖縄大好きです。メッセージテーマは働く車。お、はい。働く車ということで。うん。子供の頃は知事が工事関係の仕事をしていたので。はあは,うはう職場に連れて行ってもらい、ユンボーやダンプカーとか乗せてもらったことありますよ。うん。僕は運転したことがあるかと言われると。 車を修理に出して台車で軽トラを運転したことがありますよ台車で軽トラを運転なんてそうそうないかもということでえっと俺もありましたね <laughs>、あのー、台車で、えー、僕も僕は逆に言うと台車を貸す側だった仕事をしてた時ありますんでね、うんうん、どうしても修理に入った時にああ貸せる車がないいや、うん、あるじゃないか軽トラがみたいなことはあります確かに、うん、すいませんちょっと今軽トラしかないんですって言ったら ままあしかたないなって言って大体借りていく人は多いですけどこういう時に鳴太郎のすいません自分の車ですがいいですかねってやらんかったのかいや軽トラよりもいいだろう僕が営業していた時に乗ってた車ですねほんとに変な匂いがしてたとか言うのよそれはないですちゃんと芳香剤入れてましたから660でもね4発ターボだったですね僕が乗ってた営業に乗ってた車ねあそっか匂い消すために芳香剤入れてた当時のね当時の AB エンジンっていうとね<ー>バレますけどねはい、はい、メーカーがね,ね知ってる人はねはいはいさすは下手ってなかったよな割と入れあのお客さんに入るために入れてたカタログでやっぱりか嘘つけ。えカタログじゃないだろう <laughs> え正直にええ中で動きすぎたわけでさすが下手ってたんだろうや <laughs> 次に読むメールがない <laughs> んでプラスあれだろうそれの匂いを消すために方向性入れてたんだろうで まあね、はい、確かに。ということで、えー、ルーマニア人を乗せしたこともありますけれどもね、台車でナルトラの貸せるにはちょっとやばい車だったらしいです。ボディーカラーはちなみに紫でした。<laughs> やりまくってたらしいな。<laughs> であの、ライトが7色にあの切り替えられるライトをそう見つけておりました。<laughs> <laughs> ため息しか出てこあだ <laughs> <laughs> もう,あれだろう,もう かしちゃんと仕事で使える範囲のライドでしたからそんなに派手じゃなかったですよ。本当にスポットぐらいの光がね、ちゃんとメーカーの純正品を取り付けておりましたさあ、そして、追加していただいていますガラスのチューンネさん、消防車のポンプ車乗ったよ、大会でって。 あの,町ののりさん、はい、俺はパトカーの中まで見たよって多分ほとんどの人見てるかもしれないですし <laughs> これはこれはあの,あのちょっとここであの書類書いてね、うん、みたいな、うん、あの俺なんてサイレンとか回して遊んでたからな <laughs> 洗車中にわざとあ手が滑ったっつって3秒「<laughs> うー」とか「間違えた」とかわざとね <laughs> あとスピーカーを押してから「ああああとかね <laughs> いや、いたずらマニアだな本当な。エコさんもあんまり失礼なこと言いませんよそれでね。いや、戦車に来てくるもんだからあの綺麗に吹かんでください。ボタンもね、シモンスぐらい綺麗に吹いて、わざとポチッと押して、うーしたらみんなびっくりしてみるわけよ。快感。それケース合わせてで作るわけよ。なになになにって。ええそしてですね、そのパトカーの話に続いてすらしずばさんさんがね、私も。 職質アンド免許失効の時に見学させる。ああ、それはね, <laughs> ね,ね。パンダかね。パンダかね。みんなお世話になってると思うんですよね。まあ、大体の人はね。一度やなら一度や二度はね。はい、お世話になってますよ、はい。僕もお世話になったことはないっていうのは言いませんよ。いや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 。ちょこれんだろう。あ、ちょ違うか。<laughs> 俺、常連だったある意味だから急所でそれはね、運転もしてからね、それはね、仕事上の話ですそうそうそう、仕事上、常連だったパトカー乗るのは今はもう乗らなくなったけど、久しいけどね、本当ね、あまりね、仕事以外のことでは乗りたくないですよね、そうしるとバカさん、ルバイ隊員が運転代行もしてくれたよということで。 穴町のノリさん同じ学校を笑いとうん署ま、うん、でドライブしたって何やらかしたんですか <laughs> 俺,俺はさすがに署までドライブした時はないな <laughs>、はい、僕も署まではないっすねはいえーえー、あギネさん、うん、パンダカー乗ったことないからわからん、えー、ということで女は 女性は乗ったありますちょっと話を一気に変えすぎじゃないですかそもそもパンダカー乗ったことないんですかギネスさんは俺もう乗りすぎて飽きたけどなエコさんは違うふりしますそれをなんか武勇伝のように言ってますけど業務上乗らないといけなかったという話ですかね実際にも乗ったよまあねまあね理不尽に理不尽に だだったで理不尽だよ冤罪ですかっあ言ってましたもんね前ねあ俺レーンを、まあ、25キロオーバーだけど走ってて、はい、隣のレーンをもっと速いスピードでいってたのになぜ、はい、か俺だけが捕まえられちゃうんだ <laughs> <laughs> ありますよねそれぶち <laughs> 切れたもん俺,、はい、俺仕事と、はい、普通だったらそんなん飛ばさないけど仕事ちょっと急いでたのもあるけどさ、はい どう見ても隣がお前スピードヘんだろう俺よりあれ捕まえるならあれ捕まえればバカかお前はってマジギリしたもん <laughs> <ねえ S 2> ケースに捕まえやすいものを捕まえるいやキューブりフ明もよかったな <laughs> そう思ったらええそしたらぶつかったら何あんたが止まるてから止まったけどっつってこの荷物もうダメなら破損してるからお前ら弁償せよって <laughs> 怖いな <ねえ S 1> 怖いですね <laughs> はいさあそしてあんなチュの,のりさん大きいのものったよ <laughs> 誤しちゃってやつこれを笑いをかっこ笑いを2つですからねへえそしてそらしておんさんさらにトらンクがってきます、うん、その後、うん、署まで迎えに来た母親に往復ビンとされて、うんはい、母親が警察3人に、うんえー「お母さんも捕まえなきゃいけなくなっちゃうから <laughs> 落ち着いて」ってなだめられて、うん、息子が号泣してたあらまあ グーじゃなくてよかったですね。これ。あ,あのビンタでよかったですね。ね。お母さんはさらにその上をいってたんでしょうか。あ。あ。えー、今。そして。伊、えーうん、いすのトラック乗ったら流れてきております。これ。そうですね。はい。はい。鶴橋堂馬さんさん、グーはなかったけど、切られたよ。ハートということで。 愛愛ののででした。すね、ね。ははい、はい。ローキックでしたかねミドルはい <laughs> どっちかな声で <laughs> 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 武勇伝おうの方がたくさんいらっしゃいますねガ、えーうん、ラスの中年さんもそうらしいですねそラすとちゃんと同じあるということで、えー、皆さんど,どんなに パンダカーのお世話になっていたのかというのがこれでねはっきりと分かるんじゃないかなと思いますけれどもねえ<ー>、はい、あああガラスのチューニーさんは親父に半殺しということでうん <laughs> まあね昔はそうだったんでしょうね親もね、えーまあ、いろいろとありますから、ねね、昔はもう鉄拳制作だったからね,ね,かねこれが普通だね,まあ,ねまあまあまあ昔は昔はねええー はい、そしてアッキーさん、うん、やっぱり働く車といえばバスよというあたまにねあのラジオのリーナーさんでもねバスの運転手さんやってる方がいらっしゃいますけれどね、えー、大変ですよね、うん、不特定多数の方今のてね,ね<ー>いろんな今のねこのご時世かね映るも映らないもあるかもしれませんからアッキーさん、それをご奏者というんですよ。<laughs> <laughs> 普通に うう話をしてるかと思ったらポットランプのついたバスそれを護送車というんですよ <laughs> <laughs> ああもうバスの話を広げようと思ったこれだよ本当に <laughs> はいえー、穴町の井さん、はいえー、うちはそろばんが壊れるぐらいしばかれた、うん、頭悪い方う <laughs>、うん、って書いてありながらもたくさんの武勇伝が出てくるということは何も聞いてなかったんでしょうかねた叩かれすぎて <laughs> まあね ちょっと反抗期になっただけでしょうね。かもしれませんね、はい。それ以上は言いません。はい <laughs> <laughs> さあということでこんなねあの面白い話をリスナーさんとね広げていったんですけれども、うん、はいさあ来週のテーマですねそろそろその発表する時間になってまいりましたうんあ<え>そういえばあモミいないなそうなんですよ。と <laughs> いうことは、ね、はい俺かそうですねうん。<laughs> 10月いやそらしおさんがさ面白いテーマを石鹸って持ってきたからさ、はいうん、石鹸にするあのー、これはあの僕を思い浮かべるから面白いだけで <laughs>、うん、石鹸っていうテーマ自体はちゃんとしたテーマですよ <laughs>、うん、<laughs> 僕を思い浮かべるのが悪いんですから <laughs>、はい、僕も別に否定はしませんけど僕を思い浮かべるからも悪いんです、うんはい あのー、ということで、はい、来週のテーマですね石鹸いや違うあれ <laughs> ここまで載せておきながらいやあのほらみんなたまるにたまってるともいろんな感じで、はい、なので <laughs> そう,うっぷん晴らすために、はい、文句やった方がいいのかなたまにはここでしかわかりましたばらせあのばらしてもいいよというやつね えー、あなたの鬱憤吐き出してくださいでいきましょうか、はい、ねた多分面白くなると思う <laughs> 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 ということで来週は吐き出さないとでお送りしたいと思いますあなたの鬱憤をお待ちしておりますということで、はい、それでいいでしょうかね,、はい、ねあの本当たまにはねこういう年に12回ぐらい吐き出してもいいんだと思うからさ <laughs> はいああ、はい、ということでお待ちしております、はい ほんとねあそれでもいいですよ<あ>アッキーさん,アッ,ーさんアッキーさんちょっとせっぷんってんせっぷんっていうことであいいですよせっぷんでもアッキーさんはそしてそらしずまさんチラッとかむくりとか挨拶さするのが嫌とか送ればいいのってああ今最近やってないのよだから俺返したくないのよやってませんね もう挨拶自体もやめましたけど、ね、ほとんど最近ちょっとした久々にちょっとやりますたよねチラッは俺だな <laughs> <laughs> あのむくりって挨拶するのが最近ないからさええ面白くないでしょう。前はすぐ返してたのになはい。今はもういいねしこさんはいそんな感じでですね <laughs> うっぷんを送ってみてください終わりたい私なる虎でした小ゼルでしたではまた来週フリムラジオ見にかかりましょう